世のある。ということで続きをやっていきます。ふ、覚悟はできてるようだな。ジュプトル、スター、消えるがよい。これがお前たちの最後だ。うぃーう、スタージュプトル、諦めちゃダメよ。く、諦めたようだ。この状況どうするというのだ。だから何か考えなきゃ。そうだ。セレビー、時あたりで時の海洋に飛び込むことができる。ジェルガがいるから難しいわ。ジェルガは時間ポケモン。時あたりを使ってもすぐに破れてしまうわ。ちょっとだけでも十分よ。お願い。かかれー！うぃー！時あたり！うぃー。消えた？ジェルガ様！グオー、グオー、あ、時あたりが弱れた。そこか。時の回路までもう少しだったのに。今飛び込めば間に合うわ。さあ、時の回路早く。セレビーは？私なら大丈夫。絶対に捕まらないって言ったでしょ？必ず星の撤収を。歴史を変えてね。スマイル。ありがとう、セレビー。逃がすか。うわぁ。チャプター16、夜明けの思い。ここは。あれ、スター、ここは。ここは前にスタートであった浜辺のような。ということはもしかして、やっぱりそうだよ。私たち元の世界に、私たちの世界に持ってこれたんだよ。やったやったね、スター。あ、ジュプトル、ねえ見てよ、私たち帰ってこれたのよ、元の世界に。そうなのか、来れたのか、俺たちは。またこの世界に。うん。ここはスターと私が出会った場所なのよ。この辺かな。ちょうどここら辺にスターが倒れてたんだよ。そうだったのか。俺がタイムスリップで着いたのは東の森だったから、スターとはだいぶ離れたところに置いてしまったんだな。そうだ。そのタイムスリップのことも含めて分からないことがまだたくさんあるから、いろいろ聞かせよ。でもここで話すのもなんだし、福井のギルドに行って話そうか。私たちそこで住み込みで修行したらちょうどいいかも。じゃあ行こう。福井のギルドに。ちょっと待て。そのギルドは俺が行っても大丈夫なのか？俺はこの世界でお尋ね者だ。俺がギルド、そのギルドに行ったら、みんな驚いて、俺のことをまた捕まえようとするんじゃないのか。言われてみればそうだったね。どうしよう。あ、それなら、いい場所がある。ただ、トイジャータウンを通らないといけないんだけど、見つからないように隠れながら通れば問題ないだろう。案内してくれ。わかった。こっちよ。なんでこんなタイミングでこれなんのかね、チャムズ参上。全然関係ないよね。この崖はサメ肌岩って呼ばれてるんだけど、サメ肌岩？岩の形がサメ肌というポケモンに似ているからそう呼ばれているらしいんだよ。とりあえず見た目は変わってはいないかな。
婚したよ。私、ギルドに入る前はここに住み着いてたんだよ。山の中に入って。なるほど。崖の下にこんな空洞があったのか。よかった。誰にも荒らされてない。ここなら目立たないし、しばらくはここにいた方がいいかもね。そうだ。しかしスター、まさかお前があのスターだったとはな。詳しく話してよ、ジプトル。俺とスターは、星の停止について一緒に調査してたんだ。ポケモンと人間のペアで？そうだ。スターは誰にもない特別な能力を持っていた。その特別な能力が星の停止を調査するために、ある重要な役割を担っていたのだ。特別な能力って、時空の叫びのことだよね。その通りだ。ただ時空の叫びには問題があった。時空の叫びは、信頼できるパートナーポケモンが一緒にいないと発動しないのだ。信頼できるパートナー。だから俺たちは一緒に行動したのだ。時空の叫びは時の歯車が存在する場所に反応して起こる。俺たちは過去の世界での時の歯車がどこにあるのかを探るために、時空の叫びを使ったのだ。ちょっと待ってよ。時空の叫びは信頼できるパートナーが必要だって言ってたけど、私たちが出会って間もない頃からも時空の叫びは起きてたよ。何を言う。それだけお前たちが初めから信頼し合ってたってことじゃないのか？そんなストレートに言われちゃうと、ちょっと恥ずかしいけど、それにスターは記憶をなくしていた。頼る者がいない時エコに出会ったことで、スターの信頼もより深くなったのではないかな。あ、あと、まだわからないことが、時空の叫びは時の歯車に反応して起きるの？そうだ。逆に時の歯車のない場所では時空の叫びは発動しない。そうかな。そんなことはなかったような。ねえ、スター。スリープの時とか、初めて探検に行った時とか、他にも、明らかに時の歯車とは関係ない場所でも、時空の叫びが聞こえたことはあったよね。そうなのか。しかし、未来では時の歯車に関係しないところで、時空の叫びが発動したことはなかったぞ。だとしたらなぜそうなるのかわからないが、もしかするとこの世界で発動する時空の叫びは、またちょっと性質が違うのかもしれない。未来では時の歯車に関係しないところで発動しない。そうか。もしかしてあの時、未来世界にいたあの時は、あの時何も見えなかったのは未来だったから。そして時の歯車とは関係のない場所だったから。だから時空の叫びも聞こえなかったのかもしれない。ジュプトルの言う通り、未来と今の世界とでは、時空の叫びの性質も変わってしまうのかもしれない。とにかく、俺たちは星の停止について調査を続けた。そしてこの世界にある時の歯車の場所を、未来から時空の叫びを使って探し出したのだ。そうか。ここに時の歯車があるのか。なるほど。グラドの振動にヒレリーシュがはめる。それ、キルは跳ねるのか。さすがだな、やっぱり俺のパートナーだ。そうやって俺たちは、この世界で時の歯車がある場所を突き止めた後、時の回廊を渡り、未来からこの世界へ向かったのだが、しかし、大丈夫か？鼻なしではダメだ。もう少し、なんとか頑張るんだ。ダメだ。このままだと。うわぁ。タイムスリップ中に事故があり、俺とスターは離れ離れになってしまったのだ。なぜかはわからないが、スターがポケモンになり記憶を失ったのは、その事故が原因じゃないかと思う。自分は、見えがやってきた。しかも、星の停止を食い止める使命まで負って。なんかまだピンとこないというか、実感が湧かないな。さあ、今のお前は覚えてないかもしれないが、お前は俺の親友だったのだ。
離れ離れになった後とても心配したが、元気でよかった。たとえ姿が変わり、記憶をなくしたとしても、お前はお前だ。友達なのは変わらない。さあ、また会えてよかった。さて、これからのことだが、俺は前にも言った通り、また時の歯車を集めに行く。お前たちはどうするのだ？時の歯車を取るとその地域の時が止まっちゃうのが気になるんだけど、これも一時的なものなんだよね。そうだ。次元の塔に時の歯車を収めさえすれば、また元に戻る。だったら、私たちも行くよ。ジュプトルと一緒に。時の歯車を取ることでそこのポケモンたちには少し迷惑かけちゃうけど、でも星の停止は絶対に止めない、食い止めないと。わかった。じゃあ一緒に行くことにしよう。ただ今日はもう遅い。それに今までずっと逃げっぱなしで疲れている。とりあえず今日は休んで、明日出発することにしよう。おや？エコはいないな。外にいようかな。どうした？眠れないのか？なんとなくね。世の我のことを考えたのか？いや、違うよ。裏切られたのはショックだったけど、でもさっきのジュプトの話を聞いて、宮で世の我が言ってたことは、改めて本当だったんだなって。そしてスターは未来から来たんだなって。そんなことをなんとなく考えてたよ。あ、見てよ、ジュプトル。朝日だ。日が昇ってきたよ。綺麗だね。ああ、今までずっと未来にいたせいか、夜が明けることがこんなにも新鮮に感じるとは私思わなかったよ。日が昇り、そして沈んでいく。とても当たり前のことなんだけど、でもその当たり前のことが実はものすごく大切だったんだね。俺は暗黒の未来世界しか知らなかったから、この世界に来て初めて太陽を見て衝撃を受けた。そしてだからこそ暗黒の未来を変えなくてはいけないと強く思ったんだ。エコ、お前に一つ聞きたかったことが、あの時、未来でリアルガたちに囲まれ、絶体絶命の状況だったあの時。あの状況の中で、あの時お前は最後まで諦めなかった。俺でさえ諦めかけたというのに、あれはどうした？どうしてあそこまで気持ちを強く持てたんだ？どうしてだろうね。私もよくわからないけど、でも、もしかしたら、スターがそばにいてくれたかもしれない。スターが？これ見てよ。これは、なんだろう。何か不思議な模様が描かれてるな。初めて見たな、こんな模様は。これは遺跡のかけら。私の宝物で、このかけらの謎を解くことが私の夢なんだけど、私、育児なしでさ、ギードに弟子入りすることすらできなかったの。でもそんな時、スターに出会った。スターは、スターはいつも私を励ましてくれた。そして、いつも私に勇気を与えてくれた。一緒にいればどんなことだって乗り越えていける。いつしかそんな風に思えるようになったのよ。だからあの時も私は最後まで諦めずに頑張れてたのかもしれない。なるほど、なんとなくわかる気がする。あいつには、スターにはそう思わせる何かがあるんだ。俺がスターを大切に思うように、エコもスターが大切なんだな。あいつは幸せだな、お前のような友達がいて。もう朝だ。そろそろ出発するか。さてと、時の歯車を取りに行くわけだが、まず最初に
どこの時の歯車が狙うかだな。不思議な地図を見てみよう。ここからだと、地底の湖が一番近そうかな。木崎の森はどうだ？俺が最初に時の歯車を取った場所だ。どこにあるの？ここだ。ここからちょっと遠いが、その代わりユクシのように時の歯車を守る番人がいない。そっか。時の歯車をめぐって下手に戦ったりすると騒ぎが大きくなるけど、ここではそういう心配がないってことだよね。その通りだ。決まりだね。じゃあ行こう。木崎の森へ。ここだ。よし。では、この辺で時間がまずいので、一旦切ります。ご視聴ありがとうございました。